中国が開発を進めている第5世代ステルス艦載機全 35J35 とされる機体と見られる画像が、インターネット上に出回っていて話題を集めているよ。J35 は2022年11月に開催が予定されている中国国際航空宇宙博覧会樹海航空ショーにおいて、その姿が披露されるのではないかとの噂が広まっていたな。人類の技術の進歩は喜ばしいことだけど、あの中国だと手放しには喜べないよね。そうだね。さて今回は、中国の次世代空母艦載機となる第5世代ステルス戦闘機 J35 の開発が進行中であることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。インターネット上の J35-35003号機の画像は鮮明な高解像度で、飛行場の駐機スポットのようなスペースで飛行前の点検を受けている様子と見られ、燃料給油用と見られるホースが接続されていてコックピットのキャノピーが開けられていてパイロットは搭乗していないね。この J35 は、新用機飛行用集団が開発を進めているもので、中国軍としては J20 に続く2番目の第5世代ステルス戦闘機となる予定の J31FC31 を原型として、海軍向けの空母艦載機型として開発が進められていると見られていたんだ。FC31 は新用機飛行用集団が自社の資金を注ぎ込んで開発を進めている第5世代ステルス戦闘機技術検証機で、当初は現行の第5世代ステルス戦闘機 J20 よりもコンパクトであるために、ハイローミックスとして運用されるのではないかとの見方が広がっていたんだけど、中国軍ではそのような構想がないことから輸出用ステルス戦闘機として開発が進められているみたい。FC31 のコードネームは白はやぶさとされ、新用機飛行用集団社内では、開発プロジェクト名称の310工程にちなんで310検証機と呼ばれていて、2014年11月11日から16日に開催された樹海航空ショーで初めて一般公開され、本機輸出用戦闘機としての名称が FC31 であることも明らかにされたよ。J35 は画像で見る限りでは、FC31 と比較して大幅な設計変更がなされており、燃料の増量とミサイルを収納するウェポン米対空ミサイルであれば6本収納可能とされているのスペースを確保するために、胴体及び主翼のデザインが刷新され、アメリカ空軍の F-22 ラプターに似た形状だった垂直尾翼は、同じくアメリカ軍の F-35 ライトニング2に似た形状に変更されているんだ。また、搭載されているエンジンは2014年の樹海航空ショーで飛行した FC-31 の検証機31001号機では、ロシア製のクリモフ RD-93 最大推力 85.4kN 2機であったんだけど、J35 では FC-31 専用として開発された国産エンジン WS-19 推定最大推力 117kN に置き換えられているとされ、エンジンノズルがステルス性の高い挙子状処理が施されていると報じられているね。また、以前に中国国内を飛行している姿が画像に捉えられた。J35 のプロトタイプ35001号機では主翼が折りたためるような構造が確認されていたんだけど、今回の画像に映っている35003号機の主翼にはそのような構造は見当たらず、開発過程において何らかの問題が生じた可能性が指摘されているよ。所詮中国だから、何かしら欠陥があったとしても不思議じゃないよね。第5世代ステルス戦闘機としては最も肝心なステルス性能については、J20 を上回るものと見られているんだけど、アメリカの F-22 や F-35 で培われてきた軍事機密情報を、あらゆる手段を用いて入手したとされる中国のステルス技術が活かされ、遜色ないレベルに達していると見られているよ。技術を盗む能力に至っては機械値だもんね。また J35 は、現在中国海軍で空母艦載機として運用されている J15 より一回り小さく、搭載スペース確保の点でも優れていて、空母により多くの数を搭載できるぜ。この J35 の開発が順調に推移すれば、中国海軍では2024年就役が予定されている3隻目の空母福建に搭載されると見られ、福建で初めて運用される発艦用のカタパルトでの運用が想定されているため、主足の前足の強化と着艦フックなどのランディングギアの装着がなされていると見られるんだ。中国海軍3隻目で国産としては2隻目の正規空母となる福建艦番号18は、2022年6月に進水して現在は上海の港南造船集団有限責任行使において偽装工事中で、2024年に就役して南海艦隊に配属されるものと見られているよ。003型空母福建は満載排水量8万トン以上全長320メートル最大幅 75.5 メートルとされ、中国海軍最大で、アメリカ海軍のジェラルド・アール・フォード級、ニミッツ級原子力空母に次ぐ大きさの通常動力型空母で、発艦方式が001型空母遼寧や002型3トンのスキージャンプ台を利用した、ストーバーショートタケオフバットアーレスけどリカバリーストーバー方式ではなく、
カタパルトから航空機を射出して発艦させる。キャトーバーカタパルトアシステドテイクオフバットアーレスティドリカバリーキャトーバー方式として、カタパルト3機が飛行甲板に設置されているみたい。このカタパルトは中国側の発表によると蒸気式ではなく電磁式とされているのであるが、電磁式カタパルトは11隻の正規空母を保有するアメリカ海軍においても、最新型のジェラルド・R・フォード級でようやく実用化されたもので、同艦の試験中にも多くの不具合が発生していて、これまでに空母でのカタパルトの経験がない中国海軍が、うまく運用できるものかどうか疑問視する声は多いぜ。また、電磁式カタパルトは発艦の際に発艦させる航空機に合わせた速度調整が可能であることや、蒸気式と違い蒸気配管のスペースが必要なく艦内スペースに余裕が生まれるなど、利点が多いのであるが、その反面、膨大な電力が必要とされるため、発電力が高い原子力空母でなければ運用が難しいとされていて、通常動力蒸気タービンの復権で3機の運用が可能か、やはり疑問視されているな。復権の浸水式の際、飛行甲板上のカタパルト上には全体を覆うテントが張られており、その様子を見ることができないようになっていたことを受けて、実は中国は復権においては電磁式カタパルトの搭載を諦めて、蒸気式カタパルトを採用したのではないかとの見方も出ているよ。ただ、いずれにせよ中国海軍は着々と空母を建造し、今やアメリカ海軍に次ぐ空母機動艦隊の運用国となったことに違いはなく、かつて世界一の空母運用大国であった日本との差を大きく開けられてしまったのも事実だね。また、ステルス戦闘機開発においても日中の差は大きく開いていて、盗んだ技術を利用しているにせよ中国は、エンジンも含めて純国産での開発製造体制を作り上げているのに比べて、日本では未だに純国産のステルス戦闘機は生まれていないんだ。日本におけるステルス戦闘機開発は、F2 戦闘機がアメリカ議会の横やりによって日米共同開発とされてしまった。1990年に純国産戦闘機開発のための技術実証機構想から始まり、1996年からのステルス高運動機模擬装置の研究試作を経て、先進技術実証機 X2 が開発され2016年4月に初飛行に成功しているよ。この新進との別称が付けられた X2 はあくまで実証機であるため、数々の試験が行われステルス戦闘機開発に必要なデータを残してその役割を終え、2018年から国内企業主導で次世代ステルス戦闘機を開発する方針が打ち出され、次期戦闘機開発がスタートしたってわけ。この次期戦闘機は、計画当初 F3I3 ファイターとも呼ばれて2010年頃から研究開発ビジョンを防衛省が発表していたもので、2020年10月に三菱重工業を主体に国内企業7社が参画して正式に開発契約が締結され、アメリカのロッキード・マーティンをはじめ、次世代ステルス戦闘機テンペストを開発中であるイギリスの BAE システムズ、ロースル・ロイスなどとの国際協力を得て、F2 戦闘機の退役が始まる2035年にその後継機種としての実用化が進められているんだ。その頃には中国は J35 など第5世代ステルス戦闘機の実戦部隊への配備が完了していると想定されることから、日本の戦闘機開発の遅れを懸念する声が上がっているんだけど、防衛省の構想では、その間は導入を進めている F35A 通常離着陸型と、海上自衛隊の護衛艦出雲型で運用される B 垂直短距離地着陸型が航空自衛隊の主力となり、J20 や J35 のほか、ロシアのスホイ57などの第5世代と対峙し、その後第6世代としてそれらを凌駕する次期戦闘機が登場するとしているね。なお、出雲型は搭載可能な機数が少ないため、中国空母に対抗できないと語る軍事専門家がいるんだけど、出雲型の運用は数が少ない南西諸島の陸上飛行場の保管を想定しており、太平洋戦争時のような空母決戦は想定されておらず、艦載機数が少ないことは問題にはならないと見られているよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。